あの、おいでっつってあの、それでご褒美、うん、それで褒めると、もうこれは絶対やってくださいね、うん、で、それでここでデンタルケアして終わったらまたね、おいでご褒美褒めると、で、少しずつステップアップするわけなんですけど、もうあのちょっと飛ばしますけど、マルドコントロールして、その CET、 これ CET っていう歯磨きなんですけど、 CET でを舐めさせるもできます。でその次に行っちゃっていいですね。ということはブラッシング、ブラッシングの前歯1、2秒できます。で、臼歯、臼歯はその前臼歯と後臼歯とありまして、 1、2秒ここまでできます。ここまでできますってことは、もうそうするとこれで2、2、2で、これは左右あるからさ、これで10秒ぐらいはもうやれます。だからこの10秒なのをちょちょちょに長くして、まずは20秒、30秒、途中で休んでいいですよ。ご褒美あげてね、もうちょっと頑張ろうっつってやってください。で、30秒できるようになったら、まずはさ、歯の表面の外側をまずやってください、30秒まではね。で、30秒できるようになったら、今度ね、歯周ポケットも狙ってほしいわ。歯周ポケットってどこかっていうと、歯と歯茎がこうあると、ここね、この隙間、ここの隙間のことを歯周ポケットって言います。で、ここにワンちゃんもだけど、人間もそうですけど、ワンちゃんの方が特にね、悪玉菌がたまりやすいんですよ。悪いです。まあ口の中には正常でも細菌はいるんですけどね、いわゆる善玉菌と悪玉菌で、口の中の悪玉菌っていうのはね、性質がね、空気嫌いなんです。嫌気性菌、嫌気性菌っていうのは空気が嫌いな細菌ってこと、空気が嫌いな。そうするとこういうね、これはその辺の100円ショップで買ってきたやつですけど、二重の長さになってるじゃないですか、ね、そうするとこう歯の表面やりますよね。だ、今度歯と歯茎の境目をこう軽くやってやると、ブラシの長いところがさ、この歯周ポケットに入るんですよ。そうして空気が送られる。そうすると空気嫌いだから悪玉菌が弱る。だから まずは歯の表面ね、外側をやって、それからその後ちょっと歯周ポケットを少し角度をかけて意識としてねやると。で、それができたら今度内側の表面と内側の歯周ポケット、そうするとですね、僕らでもさ、30秒じゃ歯ブラシ終わらないじゃないですか、うん、やっぱり 2、3分かかりますよね、うんうん、最終的にはさ、2、3分を1日2回やっていただけると、うん、とっても健康な歯で、歯が綺麗でお口が臭くない子は、いろんな病気が進行が遅い、うんうん、7歳なったりね、過ぎてくると、うん、まあ、前からなるかもしれないけど、椎間板ヘルニアとか骨関節症とか、うん、あとは心臓病とか、まあ、あの膵臓病とか、あ、腎臓病とか、まあ、肝臓病とかね、いろいろあります。でもお口が臭い子はなんで悪くなりやすいかというと、歯茎からばい菌が全身へ乗って体の弱いところに行って、そこを余計悪くさせちゃう。だから予防注射よりもデンタルケアはね、もうやらんとなるから、よっぽど大事かと思う。予防注射、実践パーの予防注射ってさ、実践パーとかバルブとかでかかったらやっぱり致命率高いから打っとけばいいんだけど、最近はよっぽど運が悪い子じゃない限りない、ね、幸い、うん、あのそれは皆さんが売ってもらってるから、うん、数が少なくなってきたんであって、ほんとここ5年ぐらい実践パーだパルブだって疑われるのも来ないし、でも10年前20年前はやっぱりちょこちょこ消えました。そのやっぱり亡くなるケースが多いですからね、うつるしね、うん、とっても困るんですよね、そういう症状が起きて。だけどデンタルケアをこうやって言われて、その言い出したのは10年ぐらい前から、それ以前はあんまり皆さんにお話しなかったんだけど、やっぱすごい大事かなと思う、楽に長生きさせてやるためにもね。だから、とにかくお口にしてもそうだし、お耳にしてもそうだし、お尻にしてもそうだし、体が変な匂いしたらそれはなんかおかしいと思っていただけるといいですね。だからデンタルケアもだから、もう今日からこれ、もう今日ご飯終わっちゃってるんで、今日から髪の毛だけね、やってますね。それとあとこれ、病院でさ、ブラッシングしてたじゃないですか、はい、
あれも治療でね、あの血液循環を良くするために毛がめちゃ多いんですよね、引いてる毛があの子だからそれを取るためにブラッシングをしてたんです。でブラッシングするときにですね、スプレーをしてたと思うんですけど、はい、これやつなんですけどね、何のスプレーだろうと。でこれね、保湿剤と T3 オイルっていうのを混ぜて、だからちょっともう一個スプレー液買ってきてもらって、大体いいか半々にも混ぜちゃってください。まあ分けて別々でやっても全然問題ないですけどね。で一つの T3 オイルっていうのが木の油で、日本じゃなくてオーストラリアの原住民の人が怪我したりとかね、皮膚病になったら木の油塗って直してたんですね。それはアメリカの先生が見て、あこれはいいということで作ったものです。アロマでもありますね、 T3。 じゃあもう一個、保湿剤って書いてありますけど、ここには保湿剤って書いてないけど、コンディショナーなんです、普通と。だからシャンプーした後、シュッシュッシュッとやって、それで乾かしてもらうといいんだけど、といってもシャンプーしてもさ、月に1回とか2週間に1回じゃ、日々やってあげた方がいい。で保湿作用があるから全身に、まあ、手にすり込んでよくやってもらってもいいし、シュッシュッとかけてよくすり込んでもらってもいいけど、よくすり込んで保湿するってことは、人間も一緒なんですけど、皮膚のバリア機能があれば分かります。ましてあの子たちさ、毛が深いからさ、他のワンちゃんに比べると、だからかけて、それでブラッシングで、ブラッシングはご褒美あげながら、痛くないんだよという、だから最初からスリッカーは使わない ね優しいやつでやって、それからあのその次はコームだよね、本当は。でコームで深いところやって、で最後にスリッカーで体の表面を塗る。スリッカーもあのスリッカーも照らしちゃったけど、スリッカーの使い方はこうじゃないですかね。この一部でこうやって買って毛を立たせる、こういう使い方ですからね。これでこうやってやったらダメですね。はい、そうなんです。結構最近売ってるんだよね、スリッカーもね。うん、ちょっとあの前の子が使ってらっしゃった、あのフラッフィーで毛が長い子だったから、あうんすでも毛の長い子だと抜けが少ないんじゃない。少ない、うんね、だけどよく絡んでたんで、うん、どっちにしてもブラッシングがワンちゃん必須ですし、うん、それが好きな子になってもらわんとね、そうそうそう、大変なんで、それでちょっと、まあ、あの異物誤飲と関係ないけど、これもお出しします、うん、これを受け付けね、説明の用紙で、はい、というところで質問ちょっといっぱい喋っちゃったからあれだけど、大体そんなことはしゃべる。で、それで観察してですね、ちょっと申し訳ないけど、健康チェック表、さっきの の、はい、うん、あれ持って、はいはい、からうんちもししたら、もう全部袋に詰めて、異物チェックしますんで、はい、まだなんかあるかもしれないから。だって、昨日今日したうんち、全部なんか出てくるからさ、うんち。いや、うんちは冷蔵庫入れておく。いや、うんちはもう、袋に入れてキュッと締めといてもらえれば、室温で大丈夫。あ、全然大丈夫。臭いと思うから、キュッと。袋で締めといてくださいね。ペットシーツとか混じっとっても全然いいですからね。それでちょっと今日から明日まで下までのうんちのなんか異物が出てないかどうか、まあこう湿布はないと思うんだけど、うん、そう、まあでもね、まあ、こう湿布食べちゃったのは残念なことで非常に良くないんだけど、この機会にそういういろんなことが分かったじゃないですか。だって一番の問題って私、検査データでもまず見て痩せてるなと思ったことで、だから食べちゃったんだと。で便見たらいっぱい出てくるからさ、なんか食べ物じゃないものも食べてるなと。だからちょっと肉中毒よりもちょっと太ってるっていう具合に持ってった方があのいいかなと。もし病気しても体力もあるしね。であとあの本当はね、そのドッグフード、まあバランスがいいからいいんですけど、実を言うとね、これ以外とか人間が食べる食材でもさ、さっきあのこれ、うん、あの筋肉になる野菜、はいはい、かぼちゃとかさ、ブロッコリーとかね、うん、しいたけと、なんだっけ、そうかぼちゃ、ブロッコリー、しいたけ、もっとなんかあったね、何でしたっけ、あ、人参だ、ここの BCA が多く含まれている野菜、これはもうやってもいいですよ、今から。ただしドッグフードをやってもね、160g だと、168か、
あのフードをやっても168だとするとね、こっちはじゃあどれぐらいやったらいいかって言ったら、まあ 16g ぐらいですよ。1割の2回、まあ別に1回でもいいんですけどね。それからあとはもうタンパク質少し補ってあげてもいいです。そうすると例えばささみとかね、油がないのがいい。だからささみか鶏肉の皮のついてないとこ、ささみも 16g の1日2回なれ、やりすぎちゃったらダメ。これもやりすぎちゃったら未消化で出てきます。人参なんてめっちゃ分かりやすいですよ。もう人参の色が見えてるから、うちにいいからって言うと食べすぎちゃうからね。ささみとか、それからあと卵の白身とかね、それから何、豆類とかね、豆腐とかね、白身の魚とかね、まあ良質のタンパク質をちょっとだけ、だからどれもそう 16g の肉、ただ味はつけない方がいいですね。味はつけないで、こういったのをさ、ちょっと食材としてさ、あの1割ぐらいドッグフードの1割ぐらい混ぜてあげるのは悪くない。特にタンパク質はちょっとやっとかないと、タンパク質低くなっちゃったからさ、申し訳ないけど治療してたら、だから少しだけど、まだ混ぜんでください。あの、まあ、3日ぐらい経ってからちょっとこういうのを混ぜてもらいましょうかね。そう、これはやっていいと思います。で特に7歳以上の子には、ここに来てるワンちゃんはこういうのを混ぜてもらってますね。私もフード、そのシニア用のフードプラス、どうしても筋肉落ちてきちゃうから年取るとね。で、まあ、あの子はまだ筋肉をまずもっともっとつけなきゃんと、そっちです、ね、そっちなんですけどね。で太りすぎちゃったらストップかけますんで、 はい、もうここまでにしておきましょう。だからそれまではもう体重どんどん増やす、だからさっき言った168で飛べないで、ほんとちょっとちょっと増やしてって、なのでちょっと残すんだったら、いい栄養状態になると多分ちょっと残すようになりますよ。そしたらそこで下げていけばいいかなと思うし、中には再現なく食べちゃう子もいるんですけど、ギリギリがそうだよね。ギリギリは再現なく食べちゃうからさ、コーギーも結構、コーギーもちょっとそういう傾向がありますよね。ビールでもビールはすごいですね。再現なく、そう、再現なく食べちゃうからさ。はい、すいません。じゃあ連れてきてくれる？明日、明日のところで、はい。じゃあ明日、午前中、明日はどちらでもいいです。ご都合のいい方で。明日雨だ。雨です。昼まで雨だ。本当じゃあ夕方来てください。はい。でもし困ったことがあったら、今日の夜とかね。困った、どうしてもという時はね、病院は行けなくて、これ私が持ってる携帯なんで、こちらに電話ください。ただし、なかなか出ませんので、メッセージですので、あの名前言って、そしたら、ちょっと手すきに折り返しさせてもらいますんで。ということで、だからもしその時はそこの携帯でね。はい。明日は、うんちとしっこの。おしっこはまだ明日はいいです。もうちょっと1週間ぐらいあるといいですよ。うんちはちょっと、今日と明日の朝のうんち、うんちはもう今日とにかく帰ってから明日車でうんち全部持ってきてください。それでちょっと何か、いや、その前に食べてるものがまだ残ってるんですよ。そういうことだって、ここではだって絶対食べてないから、前から出たやつの後ろにまだあった、まだそうそう、まだまだ残ってた、何を食べてたのかよくわからないんだけど、でだからね、散歩行った時にもね、オフっていうのを言ったでしょ、引っ張りっこしてさ、オフって言って止めるやつ、それを教えてほしいんですよ。ね、もう元気は今日からやっていいですかね、しつけのトレーニング、あのアイコンタクトと、名前をアイコンタクトとおいでと、まあハウスのトレーニングとか、それからあとお座りまでとか、やってください。あの、上げて大丈夫、ね、その時にフード上げていいです、だからそうですね、もう168歳で出るけど 10g ぐらいちょっと避けといて、それぐらい食べる分にはいいと思いますから、そうかな、多分エネルギー塊だからさ、あのエネルギー消費しないといたずらにいっちゃうがないように、いい方にね、人間の都合のいい方に持っていきたいなということですね。はい、すいません、じゃあ先に生産させてもらってからね。